どうもです今回は4月5回目のコストコ購入品紹介ということで買ってきたものをまとめて紹介していきます。 今回紹介する商品の情報は概要欄に全てまとめておりますので価格だったりねいろんな数字確認されたい方はぜひ概要欄の方チェックしておいてくださいこのチャンネルではコストコで買ったものをすスス商品毎週まとめて紹介してますのでチャンネル登録まだの方はぜひ登録してみていただけると嬉しいですそれではどうぞ購入品1点目はこちらディナーロール 357円で購入しましたコソコベーカリーを代表する人気定番商品のディナーロールですね僕が行ったタイミングでは201円オフで販売されてました今週はお客さんがね比較的少なかった印象なんですけどまあ多分 在庫がめちゃくちゃあったんで少しでもね波形させるために緊急で値引きみたいな多分そのパターンだと思いますちょうど1年ぐらい前にですねこの商品値上げされてまして100円ぐらいですかね、えー、価格上がりましたでもその際に1つあたりのサイズ感っていうのもアップしてまして12%とか13%サイズアップしてますみたいなそんな感じでね価格は上がってるけど内容量自体は増えてるよっていうそういった感じになります 一つ一つのサイズ感っていうのは結構ばらつきがあります。これなんかは 49g で割と大きめのサイズなんですけど 41g37g40g 未満のものもあります。4 8い大体 50g 未満。 ですね、36個っていうね膨大な量が入ってますけど何か知り合いとかお友達とかに。 分けたりとかあとはね、ストックできる場合は、もう冷凍庫にそのまままとめて、食べる分だけ解凍しながら消費するっていう風な形が定番だと思います。普段よくパン食べるよって方だったり、コストコならではの商品探されてる方は、まずこれ買ってみるっていうのもいいかなと思います。うちのメンバー基本的にお米を食べるんですが、次男だけ。 えー、食いつきが悪くてですねこういったパンが大好きで、えー、久しぶりにねディナーロール買いましたけどめちゃくちゃ食いつきが良かったです食が進まない時もパンだったらペロッと食べてくれるとこあるので、まあ、今回購入分もねストックしながらですけどきっちり消費していきます購入品2点目はこちらカルビーポテトチップスのり塩508円で購入しました コストコのお菓子コーナー行くと、海外メーカーの商品だったり、珍しいものがね、たくさんありますけど、こういったね、国内の定番メーカーの商品ってのも販売されております。カルビのポテトチップスは、最近は見ないですけどね、薄塩とコンソメと、この海苔塩っていうのが3種類。以前はまずっと並んでましたけどね、最近は1種類だけ、特に海苔塩だけとかの時も多くてですね、今週のクーポン商品になってますけど、 これは4月19日1日だけ安いですよみたいな感じでね、限定で出てたものになります。スナック菓子好きとしてはですね、クーポン出てる時に買わないと、ノ、まあ、りしおに失礼だなということでね、一袋だけ買っております。ここ1、2年の値上げに伴ってね、こういった製品も価格が上がっております。デフォルトの価格は638円で、以前は 500円台で確実に買えてたものなんですけどまず価格が上がってましてあとねこのスーパービッグサイズ 500g は入ってたんですけど現行のパッケージは 472g この袋のサイズ感っていうのは以前と変わりないですがそういった感じでね価格は上がるけど内容量増やしますよみたいなパターンって多いんですけどこれはその逆でゴリゴリに上がってるという感じですね 袋の中はこんな感じで至って普通ののり塩のポテチが入ってますうまい 購入品3点目はこちら、昭和のたこ焼き、788円で購入しました。今週200円オフのクーポンが出てる、この冷凍たこ焼きですね。何度も何度もリピートしてますが、年に何回かね、クーポン出るんですけど、もうその度に欠かさず買って、 おります前回の購入品まとめ動画でもね冷凍食品いくつか紹介しましたけど生餃子とかあとタスターゲーとかですねああいった冷凍食品系のクーポンが今月はすごく豊作でして冷凍庫がパンパンの状態なんですけどそこまでしょっちゅうクーポン出る商品じゃないんでこのあとね冷凍庫の整理をして、えー、っとしっかり収納できるようにしようと思いますたこ焼きは週末の昼ご飯とかでよく作ることがありましてやっぱね自作の 出来立てのやつにはかないませんけどでもねこれはかなりレベル高いたこ焼きだと思うんですよね生地がね美味しいです特別タコがめちゃくちゃ大きいサイズのが入ってるってわけでもなくて生地の質感と出汁の効いた味冷凍食品なのにちゃんと美味しいっていうところでね電子レンジとかトースターでね簡単に調理できる点でもすごく便利です袋を開けてみました 中はこんな感じですね。これ開けた瞬間に出汁のいい香りがすごく漂ってきます。1袋に60個のたこ焼きが入ってまして、全体で 1.2kg 分になります。こちら 100g あたりのカロリーと PFC の数字になります。たこ焼き5個食べるとこの数字だよってことですね。 この商品は過去にレビュー動画の方を出してます。おすすめの食べ方、調理の仕方っていうので、ホットサンドメーカーでね、凍ったままのこのたこ焼きを挟んで調理するっていう、外でご飯食べるのにもね、すごくいい調理法だと思いますので、気になった方はですね、ぜひそちら見ていただけたらなと思います。一番手っ取り早く食べるのは電子レンジだと思うんですけど、やっぱね、ブニッとこう、なんか柔らかいまんまの食感になっちゃうんで、そこをホットサンドメーカーとかトースターとかね、 焼くっていう調理をすると外側がねこうカリッと感が出てえものすごく美味しくなりますので是非お試しくださいでこれねパッケージが開いたままになっちゃうんでこれがねジップ式だったら最高でしたね雑にねこんな感じでぐるぐるっと閉じてえ2回とか3回とかで食べきってますね 購入品4点目はこちらエバラプチッと鍋つゆ5種アソート1078円で購入しましたこの商品はね以前から販売されてたんですけど現在売られてるパッケージはこういった箱入りになってまして濃厚味噌鍋キムチ鍋寄せ鍋ホタテの鍋と豆乳ごま鍋この5種類が入っております箱の裏面にはこういった風にまとまった情報が掲載されてます この商品はね、結構前からクーポンの値引きが始まってまして、しかも期限がね、長いんですよね。4月の終わりまで、えー、確か設定されてました。箱の中をね、こんな感じですね。普通のスーパーなんか行くと、こういったあーポーション4個入りのパッケージでいくらみたいなね、えー、そういった販売率のされ方をしてますけど、ここそこでね、このパッケージ買うと、一通りのスープのね、 味を楽しむことができます5種類のアソートの中で一番好きなのはこれホタテのだしががっちり効いたねうま、えー、塩鍋ですねこれが一番好きでしたで寄せ鍋のつゆ具だけ2パック入ってるんですけどこのね、えー、味があんまり合わなくてね、えー、なんかにんにくとか酢とかを足して好みの味にして食べるようにしてます 全部で32食分のポーションが入ってまして今回、ね、270円分になってますので1ポーションあたり33.6円というコストになってます今回購入分の賞味期限は来年の4月1日まで一応ありますので今から暑くなるんで鍋のつゆとしては出番は少なくなると思うんですけど賞味期限は長い分ね冬まで全然持ちますしやっぱポーションタイプっていうのがねすごく使いやすくてあの大きな もうおなんかスープになってるやつよりかはうちはもうこういったポーションタイプのスープで必要な分だけ、えー、使うっていう形がね、えー、しっくりきてますんでこの商品はまだクーポン期間続くのですぐに買う必要はないと思いますが、まあ、せめて今月中ですね、えー、安くなってる期間に買っておくことをおすすめします購入品5点目はこちらオリザの米油878円で購入しました 3月のコストコベストバイ買ってよかったもので紹介したオリザの米油ですね。久山倉庫店はですね、今週の初めあたりに一瞬入荷しまして、その期間中にね、数量制限等ついてなかったんで、2つ買っておきました。で、僕はこれ買った後、もうその次の日とかかな、あ売り切れたみたいですね。現時点でこの商品は店頭からなくなってるという状態になります。 米自体は普通のスーパー行けばね、何かしら買うことができると思うんですけど、やっぱこの大容量ボトルですね、これ 1650g、1.8リットルぐらいのサイズになるんですが、このサイズってなるとあんま見たことないですし、やっぱコストコで売ってるものってだけあって安いですね。揚げ物するときもですね、この油自体が結構サラッとしてるので、こう胃もたれしにくいというか、 と揚げ物を美味しく作ることができます。で、酸化しにくいのかなあの、普通のキャノーラ油を使って揚げ物をして、その次の日に同じ油でね、ちゃんと綺麗に掃除した油でも、なんかもう酸化しちゃって、美味しくないみたいなクレームが来たことあって、うちでね。そういったことも。 あったんで揚げ物っていうのがちょっとうちの中のメニューで遠ざかってたんですけどねこのオリザのね、えー、米油を使い始めてからそういった油が酸化した系のクレームは来なくなりましてすごい長持ちしますしもう重宝してますねこの間鹿児島県産の新じゃが買ったんですけどそれでねフライドポテト作りましたがもうすごく好評でたくさん食べてくれますんで遠めの間調理にはこのオリザの米油を使っていこうということで、えー、スタメン の油になりました今の使い方だとどれぐらいのペースで消費するかわかんないんでとりあえず2本買ってますがまあね、えー、賞味期限未開封であれば2026年の4月5日まで OK とのことなんでね、えー、まあしばらくは大丈夫ということで。 ままとめてて買っておりますこの商品自体はまだコストコに登場して日が浅いというか1ヶ月経ったかなぐらいなんですよねなので売り切れた後どれぐらいのペースで入ってくるものなのかっていうのはまだ掴みにくい状態で、えー、そういったこともあって、ね、入荷したのを見かけたらとりあえず買っておいた方がいいかなと思います現時点でね次入荷するタイミングっていうのも全くわかんないですし前回からするとやっぱ1ヶ月ぐらいかかっているので えー、もっとね短いスパンでコンスタントに変えるようになったらこういったまとめ買いとかしなくてもよくなるんですけどね調理用の油なんでねかなり地味なカテゴリーになると思うんですけどこれはねすごく使いやすい油なんでおすすめでございます購入品6点目はこちら光味噌の有機塩塾麹味噌798円で購入しました無添加で有機大豆有機米天然塩100%使用の 味噌ですねこれ自体はずっと前から販売されてる商品だと思うんですけど今回初めて買いました色味はこんな感じでお手本のような味噌カラーですね中はねこんな感じですうっすら4つに切ってあるようななんか切り込みが確認できます ここ最近味噌はね、えー、あの鶏味噌鍋のやつ、あれをずっと使ってたんですけど、買っておいたものがね、全部使い切ったタイミングで、ちょうどね、このお味噌を試してみたかったので、今回買ってみたんですけど、おま、手に持ってる感じ美いしいこれまで味噌買うときはスーパーで売ってる 500g とかあ、それぐらいしか入ってないものを買ってたので、これはね、 に1.8キロサイズでかなり冷蔵庫のスペース取られちゃうんですけどこの4つに分かれてるんでねちょっと小分けして冷凍して使うっていう風な感じでしょかなと思います味のレポートはねまた今後動画でやっていけたらなと思います購入品7点目はこちらハリボーのハッピーグレープ 1880円で購入しましたハリボーグミよく買ってますけどこれまで見たことないようなパッケージがあったのでね買っておりますハッピーグレープということで、えー、グレープ味で構成されてるんですかねはい中はこんな感じですねこういった個包装のパッケージが入ってますけどデザインは全部日本語表記になっているので 日本向けに販売されてる大容量パックみたいなそんな感じなんでしょうか袋開けるとこんな感じでね3種類ぐらいのフレーバーが一応確認できてます1パッケージあたり 25g のグミが入ってましてこれ1箱で42袋分入ってるみたいですハリボーグミ特有のしっかりした噛み応え のあるグミなんですけどこれ結構しっかりね大きさがあるのでコそこで売ってるクマのミニベアーズあれを食べ慣れてるとかなり大きく感じますね3個ぐらいまとめて口に入れてるような感じちょっとちっちゃいお子さんは食べるとき気をつけた方がいいと思いますうちだと長男はまあ大丈夫かなって感じするんですけど次男とかだと半分ぐらいに切ってやった方が食べやすそう 絶妙に大きめのサイズなんでその点はねご注意ください大人でも気をつけとかんとなんかグルってなんかりそう味はね美味しいですやっぱぶどうのグミなんでね一つ一つがねこういった大きいサイズ感でかつ価格もね2000円近くするんですよねなのでこのグレープのハリボーか普通のドラムのハリボーどっちがおすすめってなったらあのドラムの方がおすすめです あっちのがね味もたくさん入ってるし、はい、あのこれはねグミに慣れてる人向きのグミかなって思いました味は美味しいですということで以上7点ですね4月5回目のコストコ購入品紹介でした 僕が普段通っている福岡の久山倉庫店はですね、今年の4月で開店25周年っていう節目の年なんですけど、もうぼちぼちね、えー、そのなんか25周年アニバーサリークーポンみたいなものも終わるのかなと予想してます。普段よりかはね、今月、週替わりのクーポンに加えて25周年記念クーポンみたいな、ね、のがな追加されてて、しかも、 普段あんまり安くならないような人気定番商品そういったものがね2割近く安く買えてたんですよねなので今月アップしてる購入品まとめ動画で冷凍食品系特にえよく買ってるんですけどああいったものが結構たくさんねお買い得になってます今回紹介したたこ焼きなんかもそうですけど先週とかは餃子とかもねえああいったものってもうまとめて 何袋かストックしてそれを消費したいなってところがあるんですがうちの冷蔵庫のスペースの問題でね買いたいけど買えないっていうそういった感じだったんでね今冷蔵庫1台で回してますけどちっちゃめでもいいんでフリーザーはやっぱ必要だなっていうのをね本気で導入をちょっと考えてます去年とか一昨年コストコの方でね3万円台でこう縦長というか細長いタイプのね コンパクトフリーザーみたいなのが販売されてたんであれの幅がね合えば今のキッチンのところにもね置けそうな感じしたんですけどなんか絶妙にね幅が太かったような気がするんですよね今の配置は冷蔵庫ラックシンクみたいなね、えー、そういった位置関係でこのラックの上に食洗機を置いてるっていうような感じなんですけどそのアイリスオーヤマの細長いフリーザーっていうのがちょうど引き出し 開いてこう引き出すようななタイプんんでで上に物が、ね、置けるんですよね理想的な配置は冷蔵庫今までのやつとフリーザーその上に食洗機を置いて、ま、キッチンみたいなねそれがベストなんですけど冷蔵庫とシンクのスペースにねスコッとはまるフリーザーがあればね今月みたいに冷凍食品系のものがね安くなってるタイミングでドバッとねまとめて買っ サイズさえ合えばすぐにでも導入したいなっていうのが、ね、ありますのでもし皆さんお使いのフリーザで細いやつがあればぜひコメントで、ね、教えてください本当今月はいつも買ってる、ね、冷凍食品がいろいろ安くなってますけど収納スペースの関係で買えないっていうのが一番悔しいですねはい ということで今回の動画は以上になりますこのチャンネルではコストコで買ったものおすすめ商品毎週まとめて紹介してますのでよければ過去の動画もねぜひチェックしてください概要欄の方に新商品とかねおすすめ商品のプレイリストを作ってますので手っ取り早くコストコのおすすめ商品知りたいよって方はね、えー、そちらのリンクの方チェックしてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうチャンネル登録まだの方はこちらのアイコンから登録できますのでぜひぜひ登録の方お願いしますそれでは えっ